図書館本館の外館。右側が図書館で、左側が連邦政府ビルである。バンクーバー公共図書館は、カナダのブリティシュ・コロンビア州バンクーバー市にある、私立図書館。本館以外に21の文館を抱えており、40万人近くが利用者として登録し、年間800万点以上の貸し出しを行っている、カナダ第3の規模を誇る、公共図書館ネットワークである。 本館は1995年にバンクーバー中心部に1億680万カナダドルをかけて建設され130万点以上の増書を抱える。略称は英語名のバンクーバーパブリックライブラリーの頭文字を取った VPL。図書館本館のコンコースバンクーバー公共図書館の本館は図書館のみならず連邦政府のオフィスや売店などとともに バンクーバーライブラリースクエアという区画を市街中心東部に形成している。区画中央にある図書館は7階建ての長方形の建物で書家が並んでおり、それをぐるりと取り囲むように楕円形の読書、勉強スペースのある建物が建っている。二つの建物は橋で結ばれており、外側の勉強、読書部には柱を並べたような壁が特徴的で、 ローマのコロッセオを彷彿とさせるデザインとなっている。図書館の入り口正面と読書棟の間には吹き抜けガラス天井のコンコースがあり、図書館のホワイエとして多くの人に利用されている。また図書館の周辺は地下駐車場が設けられている。このバンクーバーライブラリースクエア計画はバンクーバー市が企画するものとしては最大級のものであり、1990年11月の 住民投票による賛位のもとに決定された。市はまずコンペを開催し、スクエアのデザインを募集した。その際、市は連邦政府との協定で、スクエア用の土地を確保する代わりに、連邦政府が長期リースするための高層オフィスビルを建設することで合意しており、デザインにもこの高層オフィスビルを含めることが求められた。結果、パレスチナ出身の建築家、 モシェ・サフディの作品が選ばれた。建設に当たったのは、カナダ最大のゼネコンである PCL コンストラクション社で、1993年から約2年の歳月をかけて完成した。なお図書館の屋上には、地元の造園家であるコーネリア・オバーレンダーのデザインによる屋上庭園が作られていたが、2006年に閉鎖された。バンクーバーライブラリンスクエアは、 バンクーバー市内中心部東側にあり、図書館の住所は350ウエストジョージアストリート、連邦政府ビルの住所は300ウエストジョージアストリート、連邦政府ビルの8階と9階を使用している、州政府オフィスの住所は360ウエストジョージアストリートとなっている。ライブラリースクエアはロブソン通り、ホーマー通り、ウエストジョージア通り、 ハミルトン通りの4本の通りに囲まれており、ウェストジョージア通りの向かい側にカナダポスト、ハミルトン通りの向かい側にカナダ放送協会、ハミルトン通りの向かい側にライブラリースクエアと同じく、モシェサフデがデザインしたザ・センター・イン、バンクーバー・フォー・ザ・パーフォーミング・アクツがある。最寄りのバンクーバースカイトレインの駅は、エキスポラインのグランビル駅とスタジアム・チャイナタウン駅で、どちらも数ブロックの距離にある。 バス路線も充実しており、5番、6番、8番、15番、17番、20番の路線がスクエア周辺を通る。また駐輪場も多くあり、中でもサウスプラザ駐輪場が最大かつ図書館を利用する上で最も便利である。文館は全部で21あり、バンクーバー市内全域に広がっている。バンクーバー公共図書館ではワンブック、 ワン・バンクーバー組織委員会が選出した4つの作品に対し図書館の職員が投票し最終的にその年の本一冊を選ぶというワンブック、ワン・バンクーバーという取り組みが行われている。選出された本は以下の通り。なお2005年のおばさんは日系カナダ人のジョイコは、2007年のマイヤー・オブ、3つは日系アメリカ人のルース・オゼキの著作である。ありがとうございます。